はあ、8。よし、本日もやっていきましょうか。で、本日のテーマ、スピナーベイトではなくて、まあサムネ見ればわかるかもしれないけど、これね、サウスポー違うな、レフトハンドルキャストというか、まあ、左手投げの話をちょっとしていこうかななんて。いや別にすることないんだけど、やっていきたいと思います。僕の動画を昔から見てくださってる方はですね、僕が今年の冬ぐらいにちょいちょい言ってるんですけど、右腕が痛いっていうのをねよく言ってたと思うんですよ。まあ、右手でこう竿をちょこちょこやって投げてって繰り返してたら、右手に負担かかるからさ、右腕が痛いんですよねみたいなことを言ってたんですけど、まああれからちょっと時間が経ったら、あれ別にそうでもなくなったなと思って、なんか近頃はそんなに問題になってなかったんだけど、最近また右腕痛くなってきたちゅうことなんですけど、あともう一個ね、とあるきっかけがございまして、まあ、塚本さんと一緒に釣りをした時に、まあ、ボートで釣りしたんですけど、今までおかっぱりとか、これね、ゴンボート、まあ、手こぎのゴンボートとかではね、全然気にならなかったんだけど、フットコンのエレキがついた船って、足で船操作するじゃん。で、両手フリーじゃん。だから、パッパかこう、投げられんのよ。まあ、俺はね、バックシートで釣りしてたから操船自体はしてないんだけど、多分慣れたら同じようだと思うんだけど、休む間がないよね。いやいや、休みはいいんだけど、投げられるのに休むって嫌だしっていう。だからさ、こう、ずーっと右腕に負担かかりっぱなしで、普段だったら全然問題になんないぐらい短時間でさ、右腕が悲鳴を上げてたんですよ、実は。3時間ぐらいやったらさ、腕が、いってーってなって。で、4、5時間ぐらいこうやってたらもう、痺れちゃって腕が。これあかんぞという感じになって、実は午後ぐらいからずっと左手で、今みたいにね、左ハンドルでもいちいち持ち替えて左手で投げたりとかしてたんだけど、まあ、その辺の動画をカットしてるかわかんないかもしれないけどね、カットっていうか、録画自体もう容量なかったからさ、SD カードの。その辺の様子はもう映ってないんだけど、こんな風にやってました。ジグとかもこうやってやってたからね左利きかよっていう。そうしないと右腕がちょっとやばいなっていう。もちろん無理すればあの日1日ぐらいはなんとかなったとは思うけど、無理はしたくないしねっていうのと、今はねそんな問題にならないかもしれないけど、後々もし、いやもしっていうか絶対後々になると思うけど、この足ペダルとこね、どんな形であれそれを手に入れてしまったら、俺の右腕がもうお釈迦になってしまう可能性がございますということで、本格的にこう左手でタックルを使う、まあ、特に投げるのとかちょこちょこやるのねっていう練習を今のうちにしとこうかなっていう。今までも左手で投げたりとかしたんだけど、あくまでも左で投げられるだけで、当然なんかピンポイントキャストとかね、あとはなんか何かしらのちょっと難しいキャスト、こうフリップキャストとかね、こういうのとかはやっぱ右でやんないとどうしてもねみたいないうのがあったんですよね。だけどそれじゃもうダメだっていうことで、左手も右と同じように使える、左でもできますよレベルじゃいかんと。でこうやって普段の釣りの中で左右に負担を分散させてやって、ぶっ壊さないようにしようと思いまして、まあそれも踏まえての左手投げですね。まあそれを痛感させられたっていうことで、しばらくっていうか、こっから先はずっと左手使いになるかもしれません。こういうのとかね、わざわざこう左ハンドルを持ち替えてね持ち替えないためにこうハンドルをとか、まあ、そんなん言ってらんないんよなーっていう。まあ、こうバックハンドもね、で前に飛ばすだけならそんな難しいことはないんだけどさ、こう狙ったところにポイントキャストねするとか、そういうことがやっぱり右の方がねどうしても精度高いんだけど、こういうの左で右と遜色なくやれるようにとにかく練習。だからもう最近はね、左手でお箸持ったりとか左手マウス操作したりとか、まあ、左手マウス操作は昔からやってたんだけど、まあ、そういうこともやりつつね、右利き用のマウスだからめっちゃやりづらいんだけど、まあ、そういうことをやりつつ右腕ぶっ壊さないようにしとこうかななんて思ってます。まあ、ベイトタックルやったらねそんな難しい話でもないかなと思うんですが、例えばよ、スピニングタックルを用意しました。右ハンドル
ちょっと前に去年の夏ぐらいかな、そのスピニングを右ハンドルで使うようにみたいな感じでやってたけど、結局挫折したんよね。いや無理って思って、まあ別にわざわざ右利き用のスピニングを左手で扱う必要もないかなと、右ハンドルで使う必要もないかなと思って、その時はね諦めたんだけど、いやもうそういうこと言ってらんねえと思ってスピニングをこう右ハンドルか、あ、食った。ああ、マジか。いや、食ったのに。まあこんな感じで左手で使えるように。で右ハンドル&左手キャスね。右利きのスピニングだろうが、繊細なスピニングをするよう、こう慣れない左手操作でできるのかなっていう不安はあるが、スピニングはね軽いから。左ハンドルで使っても大丈夫って D 青木さんが言ってましたけど、えフェザリングができねえそうスピニングを左利きの人が使う最大の欠点ってこのフェザリングの難しさなんやな。いってそうとっさの時に投げられないんだよね、ブレーキがねかかんないね、指の裏に入っちゃうから。で比較的遠投とかやったらさ、右手でブレーキはかけようと思えばかけられるんだけど、こんなクイックキャストとかになるとね、どうしてもまあこうするし、あえっえっ、あワーム飛んでったら嘘でしょちょっと待ってよ、マジでなんでだよ、今付け直したやんか、なんで飛んでったし、そうなの、あちょっと力が入るとまだまだ安定しないな。ういここを右サイドハンドで投げたくなるところ、あえてバックハンド、いや難しいこの狭くて細い、いや意外とまだまだやな、俺もデートのやつやったらもうそこそこコントロールつくかなって思い始めてたけど、意外とそうでもね、特に3次元的なキャスト、その着水点だけ調整するんじゃなくて着水点まで行くこの道のりのこれね、ここをやるのがまあまあまだまだだよね。よし左ハンドルをわざわざ持ち帰るっていう、もう超無駄なことしてる気がするわ。でうまいああいうキャストが決まると気持ちいいのかって言われたら逆で、ああいうキャストが決まらないことにイライラするよね。おうおういいよみたいなほら今のとかね、おいってなる。バックハンドがまだまだ甘いな。おお食ったのに、あちっちゃいちっちゃい、もう一回いくんじゃね、無理か。無理でした。おお、跳ねた跳ねた、そこで跳ねました。あこうあちょっと焦ったらもう途端にダメになるやん、もったいな。ちょよしよしよし、これを最初の1投目でやってほしかった。よっしゃ来た、ちっちゃいちっちゃいけどオッケーオッケー、アンガとヨウオチビさんでした。こいつが跳ねたんやろうね、小さかった。まあよし、サミングのなんかしっかり竿の保持とかができんのよな左手やった。特にワンハンドで顕著に出るね、ダブルハンドやったら全然ごまかせるんだけど、シングルハンドで投げようって思ったらね、バックハンドとかね、その粗さが出るよね、粗さが顕著に。ああでか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 、ごめんこれは右で投げさせて、あやべ、あバカ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 、何やってんだよ。うわもうダメや、もう今の死ねばいいのに、本当になんでここでこんなことになる、バカかよ本当に。もうダメやろな。
でかかったのによ。はあ。ムカつく。うわ、あそこね。あんなところを。ちょっと右手で投げさせてん。右で当たり前にできることが左手でできうへちょっと下か。左手だとできないんよね。8割ぐらいの精度でしか出ないんよ今のところ。これを99ぐらいまでやっていかないとダメなんよな。とても実践的ではございませんと。よっしゃ。あー、うっそ、でっか、でっか、80ぐらいあった。あー、ちょっと心が乱れとる。まあやっぱシェードよね。あー、でも針ちょっとかか一瞬かかったよな。マジかよ。まあ80は嘘にしても40後半ぐらいあったんじゃない、知らんけど。一瞬影が見えました。クソデカな、マジクソデカやったと思う。いや、50はあったな。また大きくなっていくの。釣り人のさ、あの50バラしたとかって測ってないのにって。本当に50あるんですかみたいな、ありますよね。もう言うだけなら何でも言えるからな。実は今20センチぐらいだったかもしれんから、ね、いや絶対ないんだけど。それはめちゃくちゃでかかったわ、俺の中では。俺の中で40オーバーはもうビッグやからね。いやー、なんでこんなバラ。俺なんか今日トレーナー服つけてんだけど、なんとなくね、なんとなくっていうかスピナベサイドするようなんだけどさ、バラすね。トレーラー服って邪魔してね、なんか邪魔してる気がするんだけどな。フッキングをなんかやたらと今までなかったバラしが多いですね。食ったやんみたいな、ない方がいいよね。この木の影から、ん、あー、木に引っかかっただけでした。ん、思わせぶりめ。うわ、でか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 、巨でか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 、虫。虫でーす。いやー、セカンドチャンスはなかった。いやー、なんかダメやな。今日スピナメっていう感じじゃねえのかな。スピナメに反応はしてるけど、思いっきりドーンっていかない気がする。これ打った方がいいか。ちょっとこれ巻いて釣れるコンディションちゃうかもしれんね。ということで、ワームを使いましょう。今回は左ハンドルじゃなくて右ハンドルですけど。ウイニングクロー、かっこ在庫処分、リーダールスダウンショットで生かしていただきます。まあミドスみたいにしてもいいし、打ってもいいし。右ハンドルやったらね、投げやすいんで。ウィー、バックラ、ブレーキ弱かったか。あれでバックラするってことはブレーキ弱いってことよね。ブレーキシューはゼロやんけ。そりゃバックラするわ。よいしょ。まあこういう操作も左手でできるようになっとかんとね。いや、もう左手ピッチング楽勝だ。バックハンドに比べたら全然。いやー、でもボトムまで落としちゃうとな、今の魚釣れない気がする。めちゃくちゃ浅いとこならまだしも。これリーダーレスダウンショットのミドストを俺はリーダーレストって言ってたんだけど、リーダーレスダウンショットミドスト、リーダーレスト。食ったぜ。よし、でかい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 、ちちちちち、こっち来て、こっち、あー、ウイニングクローが粉砕した。一発で。よっしゃ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 。見えねえ。偏光クラス曇って見えません。よっしゃー。ウイニングクローを粉砕しましたが、ウイニングクローのリーダーレスダウンショットです。やったーん。リーダーレスト。かな。どうやって釣ったかわかんねえ。40ぐらい。めっちゃ偏光曇って見えへんから。よいしょー。ウィー。長い42ぐらいですね。それ口がサイド裂けてますけど、大丈夫ですか。歴戦の勇者でございますか。あー、ウィニングクロー粉砕した。バラバラになって飛んでいくのが目に見えた。この野郎。
もろすぎにも程があるぜ。はい、まあいいや、魚釣れたし。まあ、当初の予定であった左手での釣り、こんな感じで、これからはね、左手キャストとともに俺は生きていこうと思います。まあ、ベイトはね、巻き物打ち物問わず、もうおそらくそんなに問題にはならんかなと思ってるけど、問題はスピニングやから一旦それ俺挫折してるからね。スピニングの右ハンドルめちゃくちゃ使いづらいやんけみたいな。たくよ、まあでもなんとかなるんじゃないでしょうか、知らんけど。将来性を見越してこの左右両投げ、正直左右両投げできないとそもそもダメだ的なのはあるよね。昔はそのね、左右両投げすげーやったけど、10年ぐらい前は。今は両手で投げられないとかわらわらって言われる時代。その中で左手のキャストが右とほぼ同じレベルまで持っていくのはなかなか難しいかもしれないが、極めていかんとね。やっぱこのシングルハンド、もう両手で投げるときは全然あれなんだけど、シングルハンドのときにボロが出るよね。よしよしよし、こんなキャストにいちいち一喜一憂してたら釣れる魚も釣れんぜ。あんな当たり前にこなしてください。まだまだバックハンドが甘いね。よっしゃ、でかい。よし、よしよしよし。いや、頼まれんな。今日はなんかバレる日やからね。よいしょ。よいしょ。トレーラーフック、ああバレるかもしれない。バレるかもしれない。よっしゃ、トレーラーフック川一なんですけど、あぶねえ、危ねえ。よっしゃ、お前もサイドの口えぐれとんな。いて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 、よいしょ、釣られフィッシュ。これも40前半ぐらいあるよ。 OK、 はあ、じゃあ今後とも左でキャストよろしくお願いしますDR4 スピナーベイトで釣った一匹。Hey.